はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ、今週は悔しさとの付き合い方というテーマで喋っていきたいと思います。昨日ですね、ツイッターをご覧いただいた方はもしかしたらあって思う方もいるかと思うんですが、昨日ねちょっと思わずツイートしてしまったんですけど、昨日喋ってるのは今日なんですけどね、土曜日にいろいろあったんです。仕事のことなんで、ね、詳細話せなくて申し訳ないんですが、いろいろありまして久々にね、なんていうのかなっていうかもう悔しいんだわ。めちゃくちゃ悔しくて、悔しいっていうのもさ、日々いろいろあるよ、感じることあるんだけど、ある一定ライン超えるともうムキーみたいなくっそーみたいな感じになるんだけど、そのラインを超えたの久々に。で、思わずねちょっとツイートしてしまったんですが、すいません、ご心配かけた方ね、元気なんで大丈夫ですよ。受け入れて、気分をというか切り替えておりますので大丈夫なんですが、ただ、せっかくねなんかこうダラダラジオをしゃべる日にそういうことがあったから、じゃあこれはこの気持ちのまんま喋ってしまって、で自分もさ、みんなもそうだと思うんだけど、いろいろ悔しいことも今ねその直面している方もいれば、これから、悔しいっていう場面にね遭遇する方ももちろんいるだろうし、その俺がこうどうやって悔しいっていうものとこう付き合っているのかっていうのを話すいい機会かなって思って、ポジティブに考え今喋っている感じです。なのでね、そんなテーマで喋っていきたいと思います。と言ってもね、そんなめちゃくちゃ深い話をできるわけじゃないんだけど、まず思ってる、自分の中で、ルールってほどじゃないけど思ってるのは、悔しかったりするとさ、なんていうのかな、こう自分の足が前に出にくくなるというか、どうしてもその場で立ち止まってしまいやすくなると思うの。いや、もちろんさ、ある程度の休息は必要な場面ももちろん出てくるよ。だから絶対休んじゃいけないってわけではないんだけど、極力足は止めないっていうのはルールってか、自分なんかそうね、ルールだな決めていて、そう、なんでかっていうと、これは人のタイプによるとは思うけどさ、俺気が病んじゃうんだよね、立ち止まってると。そうだから、どんなに辛くてもどんなに苦しくても前に進むっていうのは自分のためにそれをやってる。そう、休んだところで休めないから。そうだから今回に関してもいろいろ思うことはある。正直まだ、数時間前の話だからいろいろ思うことはあるけれど、だから正直さ、この例えばダラダラジオ もう気が病みすぎて休むこともできたわけよ。もうちょっと無理、喋れないみたいなね、ちょっと思ったよ、一瞬思ったけど、でもそれをしたら絶対気が病むし自分が、だから、このダラダラジオ待ってくれてる方もいるしさ、まだもう撮ろうっつって前に進もうって思って考えていく。でそれの延長上で考えるんであれば、その悔しかった経験を、なんていうのかな、辛い思い出というか、悔しかったとか苦い思い出だけでとどめてしまったら、当然そこはもうずっと苦い思い出で終わっちゃうでしょ。それでも嫌なのよ、嫌だ。だからこの辛かったとか悔しかった経験が1年後とかでいいから、先のね未来の話でいいから、あの経験あってよかったよねって思えるようにしたいの。あの経験があったから自分は成長できたとか、あの経験があったから悔しさをバネにしてね前に進むことができたよねって思えたらさ、その悔しかった経験っていうのも悪くはなかったかなって思えると思ってる。でこういう風に考えるようになったのは、自分はやっぱり中学の時にいじめを受けてたことがすごくそこに関わってて、いじめがいいとはみじんも思ってない。できれば極力自分ももう一回人生やり直すとした時にいじめを受けないし、いじめをしない人生をたどりたいよ思ってるけれど、でも実際そういう人生をいじめを受けるっていう道を歩んでしまった、俺のせいじゃないけど歩んだから、だからあれが辛かった思い出で終わるぐらいだったら、あの経験をプラスに変えてやるよっていうのは、俺はすごいそれ大事にしてて、その部分を、そう思っててさ、そうだから他のことにもその考えは反映してるというか、考えを移してて、で今回もそう思ってるわけ。正直ね、さっきの話だからさ、
まあ、そんな簡単には切り替えられてはいないんだけど、でも自分の中では1年後この悔しさバネしてよかったなって思えてる自信はあるんだよねある根拠ないけど、そう。でもやっぱり根拠ない自信って結構大事で、そう、まあ、俺だったら大丈夫でしょって、まあ、思ってるし、何よりまあね、こんな俺のことを応援してくれるというか、まあ、今回のねツイートでもそうだったけど、気遣ってくれるねみんながいて、で応援してくれたりとか、まあ俺も応援、みんなのこと応援してるからさ、お互いに応援し合えるみんなの存在がいる限りは、まあまあ大丈夫だろうって思ってる。だから1年後、まあ、1年なのか2年なのか、もしかしたら半年なのかわからないけどさ、うん、未来の俺が今日のこの経験をね、あの時こんちくしょうって思ってよかったねっていうふうには言えんじゃないかなとは思ってるわけ、まあ、だからそんなに、だからみんな大丈夫だよってことは言いたかったんだけど、そうそうそう、結構心配を受けちゃったからね一部の方にね、本当申し訳なかった。そうそうそう、まあいうのも結構ね多分言っちゃうんでね俺ね、そうそう、我慢できなくて、そうなの、で、まあ、今回その、まあ、みんなに言いたかったのは、まあ、さっき言ったね、悔しかった経験とかさ、まあ、自分にとってなんだろう、まあ、悔しいだけじゃないけどマイナスの経験、そう、一瞬ね、その瞬間切り取ったらマイナスの経験よ。例えば、まあ、シンプルに言うと、じゃあ告白をしましたって、その人と付き合えたって、まあ、プラスの経験よねきっと。でもその場で振られたってなったらマイナスの経験になるじゃんきっと。でもそのマイナスの経験っていうのを、未来ね、時間が経過した後にマイナスのままにしておくのかプラスに変えるのかっていうのはこれからの自分次第なんだよね。 その瞬間の自分では、そこをプラスに変えるって無理だよ。そんなだってマイナスだもん、振られたくねえもん、できればだけど、それを時間をかけてこれからの自分がプラスにすることは俺はできると思っているのね。だから、まあ、そういうふうに、まあ、そういう視点をというか思ってほしいなっていうところと、あとは悔しい経験だからこそこんな悔しい思い二度としたくねえなって思うの、まあ、今回のこともそうだけど、だから次回、まあ、同じことがあった時に悔しい思いをしないためにはどうすればいいのかなって、まあ、どうすることもできないこともあるね、ある避けることのできないというかさ、もう一回さ同じことがやってきた時に、まあ、正直言うとさ今日のやつは多分もう一回1年後に会っても無理なんだわ。そう、無理なの。これから俺がどうこうしたところでもう一回チャンスがあっても、それを今回のと同じ結果になってしまうことなんよ実際。だからまあ俺が今喋ってることにちょっと説得力がねなくなっちゃうかもしれないんだけど、だからその部分はちょっと難しい今回俺に関しては。ね、だから次回はリベンジしたるでっていうのがなかなか難しいんだけど、そう、でもその先に話した今日のこの悔しさが、あの時はあの悔しく思いしよかったなって、そう、悔しいって思う気も、悔しいって思う気持ちってうまく変換すれば原動力になるから、見たのよこの野郎っつって、いやいいんだってそれで、ちょっと口が悪くてごめんだけど、そうだからそれにはできてる、そう、原動力にはできてるから俺頑張るからって思ってるからさ全然構わないんだけど、みんなに置き換えた時にはもしリベンジができるね場面があるんだったらそうしてほしいなと思って喋っていきました。はい、ということでございます。すいません、なあもうくそまあ今こんな気持ち、こんちくしょうと思ってるよめちゃくちゃ、ほんとごめんな、詳細言えてないからさ、みんなもさ何だったんだろうって思うしかないし、何聞かされてんだと思うかもしれないんだけど、まあ察することもできないけど、まあ仕事で何かあったんだなと思ってほしい。そうそう、自分のミスだったらさまあ割り切れるけど、そうじゃないからさ理不尽だなと思うこともあるわ、世の中理不尽なこといっぱいよ。そうだからこそ自分は、あまり理不尽なことしたくねえなと思う。なんかなんていうのかな、うまく言えないけど、なんか血の通ったというかあったかいことを口が悪いなやめとこうかまあそんな感じ、なのでちょっとね愚痴に付き合ってもらった感じにはなりましたけど、まあまあ多少ないともね何か感じてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、今週のダラダラジオは以上でございます。で9月はそうでも、あ、でも後半ぐらいからあるな、ちょこちょこちょっとねいろいろ発表があって
て、多分9月10月割と賑やかになるかと思いますが、まあいろいろ発表があるので、ぜひあのうちのチャンネルのね YouTube の動画をちょっと細かくチェックしてもらえると嬉しいです。はい、みんなにとってもね関係あることも結構ありますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあまた来週ね何か喋っていきますので、よかったら来週の方も聞いてみてください。ということで今週のダラダラジオは以上です。ありがとうございました。